どうも皆様こんにちは、グリードです。普段はね、あの COD や APEX とか、えー、FPS の動画を上げてるんですけどもね、今回はホラーゲームをやろうかなと思います。このゲームの読み方はデップパートプロトタイプでいいんでしょうかえー、ホラーゲームのデモ版なんですけども、ボディカムしてね、めちゃくちゃリアルで怖いっていうのでちょっと話題になってたので、今日はやろうかなと思います。動画でホラーゲームやるの初めてじゃないかな これもう始まってるんだね。えー、視野角とかは特に変えられなかった。まあ、廃墟からの脱出がメインらしいんですけど、なんか普通に開いたら開きました。ホラーゲームだけどなんか銃も出てくるらしいから、まあ、銃が出てくるとなればですよ、皆さん。ね、僕ね、COD で一応世界大会も出ましたから、COD16 年やってますから FPS をね。もうベテランもベテランですよ。そのボディカム視点。 すごくあれですね。リアルというか、揺れが、本当に、現実世界にいるかのような。銃ないのか銃は。暗い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 。銃がない、銃がない。なんか、電気つくんじゃないな消えたんだけど。いや、ついたのかこれ。あ、電気ついたっぽいです。あ銃があるあそこに。そこに銃があるんだけど、どうやって入るんだろう 鍵とかか必要なのかなのこれはあ回せる回しきったら開いてる銃が取れるこれでおっびっくりした銃だよただの銃だよついに銃をゲットしましたあなんかね操作がこの FPS だったらこうマウスを動かしたら視点が動くじゃないですかただこのゲームだとちょっと動かした程度だとこの手先が動くだけで大きく動かすと視点が動くみたいな感じだね ADS スピードもちょっと遅めですね。ビックドロー欲しいな、これは。これはもう先に進んでいいんじゃないのかシュートあ、撃って壊せってことか。OK。いや、本当にこれ、実写と言われたらわからないかもしれないな。今そこ開かなかったかな。まあ FPS の基本ですね。えー、クリアリングね。 クリアリングね、えー、こういう角まずクリアリングするときは体をね一気に出すんじゃなくてショルダーリングっていう技術があるんですけどこの体をちょっと半分少し出した状態でこういう風に体を一気に出しちゃうとね敵に打たれたりしちゃうので少しずつ出してクリアリングしていく角もねしっかりでヘッドショットラインをなるべくこう維持しましょううん ここもクリアリングして、大丈夫そうですね。ここは開く。一体何をすればいいんだろう鍵とかが必要になってくるのかなかなり狭いですね、ほんと。え思ったよりマップは複雑だな。いや。 明かりはあるけどアイテムとか落ちてないですねこっちで合ってるんだろうかなんか道がおーえ違う ただの置物というか人、人形というかハンガーにかかってる服とお面だったんだけど。ちょっとダッシュしましょうか。右、来方向は真っ暗。下、暗いですけど行きましょう。It's too dark. はい。暗すぎて進めないってことかあフラッシュライトがあった わからんかったよしオッケー明かりが手に入ればこっちの門よ。オッケーオッケー。あ、見える見えるぞ私にも道が見えるあ、じゃあさっき暗いって言われたと<ー>うわー、うん、やっぱ FPS っていうのは基本的に、その、 ね、大会とか緊張してしまうみたいなのもよくあるんですけどなるべくね平常心を持って落ち着くことがマジで大事です心の乱れはマジエイムの乱れアイテムとかはないのかなよしこれリロード大丈夫かリロード弾無限とかなのかなこれマガジン数確認できないけど This way. 明らかにこっちじゃないけどな。道が塞がれている。あそこも打てって書かれてますね。シュート。OK。行くぞ。あ、でた。<laughs> クリーニングクリア。クリア。 なんか奥光ってるね。アイテムっぽい。なんだろう。鍵だ定番の鍵だ。鍵ゲット。そしてこの主人公はなんで手がもう血,血,で,血で塗られてるんだあうわほっ オッケー、エネミーダン、リロード。ちょっと待って。何今のえ人バット、釘バット持ってんだけど。顔はよく見えなかったけど。え人、人型の化け物エイリアンとかそういうのではないのか何なんだあれ。人っぽかったけどな。あっ。あ、いた。普通に E で押せました。 This way! This way! って書かれてる。それが一番怖いんだけどな。Okay. 右、クリアリング角待ちは今んとこないな。さっきの化け物マジで何だったんだろう。OK? こっちかなまたバルブがあります。うわーこれ回してるとき絶対来るやろ。 よいしょうわっ待ってりろりんりろりん僕制作者が用意したビックリポイント全部引っかかってるんちゃうかなににな何の音なのえ終わりこれで終わり戻ればいいのか 分かった。これで、あれだ、さっきの、あの、通れなかった場所が、通れてるんじゃないですかレフト、クリア。OK。あ、やっぱ開いてるね。ここ塞がってたもんね、さっきは。なんか聞こえる。なんか鳴き声聞こえた。こっちは なんか重要なアイテムとかがなあるんじゃないかなんでこん、え、なんでここ光ってんのなんもないじゃん。この字はグロックかな <noise> 着者なんかいるけど、絶対。おお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 なんだ どう,したうわっご,ごめんヘッドショットし打ちごめんバットマナーバットマナー待って2体目いる落ち着けうわーええー、<laughs> 勝てーえっえええ え、え、ど、う、ど、う、どうやって戦う今の。ええー、最初っからかよ <laughs> 嘘だろ、おいおい、もう、もう一回びっくりしないといけないじゃん、これ。ええー、最初っから嘘。え、どうやったら倒せるんだ今の。うわあもう、いやいや、それさっきやった。さっきやったやつ。<laughs> それさっき、あーあさっき、待って。ああ、怖いあ待って。ああ、う さっきやったやつだよ、もう。そこで、バーって来るんだよ、バーって。わーわわわ <laughs> かってんのにわ <laughs> かってんのに来るの <laughs> 来るのわかってんのになんでだ <laughs> 来るのわかってるんだけどな2二回目なんだけどな 最後のボス、あれヘッドショットうまくやんないといけないのかなで鍵取るとくるよしもんけよざまねえぜうわ,ーーぜうわもうだからさっきやった <laughs> さっきやったよーし来いよ ヘッドショットヘッッドショットワンキルで、そっからくるのかもう一人はよし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 やったんちゃうかこれでどうだ これ何？ええどどど,どういうんだこっちかあなんか出口っぽいえ当たらない なんだ俺僕のエイムがずれてるというのか、これ。どういうことな、なんだ、なんだ、そのダンス。踊ってる踊ってる待って、死なない、こいつ。踊ってるし、な、なんなんだ ?TikTok ダンス ?TikTok 受けも狙ってるというのか、この最近の流行りの。はぁエンド。 ゲームオーバーじゃない。エンドって出てきた。終わりまあなんか、これで終わりっぽい。なんか他の人の動画だと、あので、最後の出口に近づいたら、結局僕と同じこのエンドっていうマークが出てたから、これで終わりみたいです。まあプレイ時間もすごくさっくりで短かったし、うん。あんまり、うん、まあ。まあ終わってみればそんな怖くなかったかもしれないですね。終わってみれば。清ががしい気分というか、うん。 まあ皆さんもぜひプレイしてみてくださいではお疲れ様でしたよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますバイバイ